時刻は6時57分です。さあ、7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝はジャーナリスト長谷川幸寛さんです。おはようございます。おはようございます。おはようございます。本当に暑いですね。もう昨日は本当に暑かった、いやー、ところが今日も暑くなるんでしょ。そうなんですよ、今日何37度まで上がる。東京都心は37度 の、あの予想になっていますね。そりゃそうだよね。だって今7時前の段階で有楽町日本層屋上の温度計 32.2 度差してますよ。本当にすでにね、現場の方々もね、たくさんメールをいただいてるんです。魚大好きさん、いつもありがとうございます。江戸川区の方、現場休みでよかったですよ。今行ってる現場の熱中症対策が不備で危険な現場なんです。命の危険を感じます。元受けに対策要望しても取り合ってもらえませんと、我慢するしかないんでしょうか。17日から現場再開心配ですと。あ、お疲れ様でございます。外で作業するのはこれ本当な、本当に大変。ちょっと昼間は休んだ方がいいかもしれないですよね。ですよね。まあ2時間ぐらいね、どっかで。いや、本当ね。ピークの時はね。そうですね。ねえ、なんかスペインなんかはシエスターなんて言ってね。言ってますね。昼寝あるけど、あれも理にかなってんのかもしれないでしょうね。昨日もちょっと昼間出たら、さすがにね、人手は少なかったな。やっぱそうですよね。今日も一つよろしくお願いいたします。はい、お願いします。お知らせを挟んで7時になるところです。8月11日火曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。おはようございます。日本放送アナウンサーの新行一華です。あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 浩司アップ。7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーターはジャーナリスト長谷川幸寛さんです。おはようございます。おはようございます。長谷川さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます、はい、では最初のニュースこちらです。岐阜県多治見市で今年最高の 38.6 度を観測。日本列島は昨日晴れて厳しい暑さとなり、岐阜県多治見市で 38.6 度を観測。また35度以上の猛暑日となったところは、今年最多となる177地点でした。都内でも府中市 36.1 度、八王子市 36.0 度、千代田区と青梅市で 35.2 度と猛暑日になっておりまして、関東全都県と山梨県に熱中症警戒アラートが出ております。この頃アラートって聞くとね、これコロナかなと思ったけど、いや、ね、それに加えて熱中症もと、そうなんですよ、いうことなんですけども、私やっぱりね、このマスクの問題ね、はいはい、これをどう考えるか、だって暑いじゃない。マスクやって外歩いてると、マスクがもう、私なんかあの紙のやつやってるから、びちゃびちゃになっちゃうんだよね。汗かくとびちゃびちゃになりますよね。本当に。で、なので、つい取りたいなと思って、いや、もう私正直に言いますけど、私は、街を歩いてるときは、まあ、取りたくなったら取ります。やっぱし。で、でも、まあ、多くの人の様子見てると、やっぱり、やってるんだよね。はい、ね、我慢してつけてるっていうね。我慢してつけてるんだよね。で、そのあたりをね、どう考えるかっていう話なんですけど、はい、まあ私、かねてを、ちょっと異常じゃないかと思ってたのは、お盆で帰るべきか帰らざるべきかっていうのを、はい、国やら知事やらが、ああでもない、こうでもないって議論して、またそれをマスコミがずっと取り上げてたじゃないですか。そうですね。あれはね、自分で考えるべき問題じゃないのと。なんで、お国や県や市や、はい、から、この指針なるものを出してもらわないと、判断できないのか。これはね、非常に違和感を感じましたね。で、加えてマスクの話、マスクもやるべきかやらざるべきか、はい、それは例えば街を歩いてて、うん、自分の近辺10メーター以上離れ誰もいないっていうことはしょっちゅうあるわけじゃないですか、通り歩いてて、はい、そういう時は別に外したって何の問題もないと思うんだけど、うんうん、なかなか様子見てるとそうなってない、うん、それに、まあ、仮に2メーター以内ですれ違ったところですよ、はい、すれ違って、こう、感染するなんてことが、まあ、あるのかと。一瞬、ね。一瞬のことでね。まあ、そこで自分に向かって思いっきりくしゃみされたみたいなことがあれば、それは飛沫がむしゃってくるから、うわってなるけど。それはそうだけど。まあそうじゃなくて、ね、まあ今なんとなく、ほら、すれ違うときだってなんとなく距離保とうか。まあ、そうですよね。感じありますよね。例えば歩道が広ければ、そんなに無駄に近づいたりせずにみたいな、ね。そう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 。それはあるでしょ。うん、
それからあとね、まあ、自転車、はい、ママチャリでもチャリンコでもいいんだけど、乗ってる時に、まあ、マスクしてる方結構いらっしゃるんだけど、はい、あれもいるかなと、うんまあ、自転車でも結構スピード出てますからね、そうですね、まあ、それでバーッと走ってる時に、はい、果たしているのかどうか、うむしろかけてる方がクラクラするんじゃないかと。いやー、そうなんですよね。息苦しくなったりなんかするっていう、ね。だから、その、なんていうのかな、その、まあ、何かお上に言われる、あるいは世の中そういうふうになってくると、はい、何でもかんでも全部それに従わなきゃいけない。その、そういうコンフォーミティっていうかね、そういう。世の中の空気みたいなものを、ね。世の中の空気。はい。これがね、ちょっと、過剰じゃないかと思います。まあ、外出てマスクしてないと、なんか、視線がこっちに向かって刺さるようなね。そうそうそう。なんかそういうこともあるらしいですね。うん、だ結局、それってなんか、正しく恐れるではないっていうところですよね。科学的な根拠がないと、まあ、だからそれがちょっと言い過ぎちゃった例が、はい、この頃毎日のように私という話題聞くけども、うん、要するに田舎に帰ると、東京から田舎に帰るとね、なんで帰ってきたんだって言って、はい、非常にもう、周囲から、はい、非常に嫌な目で見られるっていう話、ねまあ、これも今の話とね、はい、よく似てますよね。うんまあ、自粛警察なんてことはありましたけど、はいまあ、だからなんかそういう規範にあまりに従わなきゃいけない、まあ、だから他人に迷惑かけないようにっていうことはまず原則としてあるとは思いますけど、まあ、それ以外のところではね、はい、私は どうぞ自分たちでお考えになって、考えて行動すればよろしいんじゃないかと思います。まあ、基本的な感染防止の対策っていうのはもういろんなところに出ていて、手を洗うだとか、マスクを、密集の現場ではマスクをするであるとか、うん、まあ、まあ、私も店入るときはね、お店入るときとかね、それはしますね。うんうん、ただ店に入るって、例えば食事だったらさ、はい、マスクしながら食事できませんからね。できませんからね。やっぱり取るんですよね。じゃあ取らなきゃいけないのって言ったら、そんなことはないでしょうと。うん、で、うん、そこでこうどんちゃん作業したら問題ですけど、そうではなくて静かにご飯を食べるというのは、まあ確かにね、食事してる時に大きな声でお話しされてるご家族とかね、はい、まあ、時々見受けますよ。うん、それはちょっとまあいかがなものかっていうふうに思うけど、うん、まあそれ以外の時はいわゆる常識に従って行動するように、はい、まあ日本人もね、成長すべきだと思います。はい、まずは高温そしてコロナ対策というところでした。続いて C の日本放送ニュースです。おはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。今朝のコメンテーターはジャーナリストの長谷川幸寛さんです。今速報が入ってきました。ワシントンからの共同通信によると、トランプ大統領はアメリカのトランプ大統領は10日ホワイトハウスで開いた記者会見を開始数分で大統領警護隊に促されて退席したということです。近くで発砲があったということです。まあ、シークレットサービスに促されて退席をしたということは、まあ、トランプさんご自身の、まあね、体に何かということはないであろうと、まあ、しかし、まあ、ホワイトハウスの会見中近くで発砲ということは、ホワイトハウス内でっていうことですかね。だとするとちょっとギョッとしますね。ありえないことが起きてる。まあ、相当厳しいセキュリティはしているはず。もちろんです。続報など入り次第お伝えしてまいります。まずは一報が入ってまいりました。ではこの時間取り上げるニュースはこちらです。6月の景気動向指数、基調判断11ヶ月連続で悪化。内閣府が今月7日に発表した6月の景気動向指数速報値によりますと、景気の現状を示す一致指数は2015年を100として 76.4 と、前の月と比べ 3.5 ポイント上昇しました。そして基調判断は11ヶ月連続で景気後退の可能性が高いことを示す悪化となり、リーマンショック前の2008年6月から11ヶ月続いた過去最長の悪化期間に並んでおります。さあ、ここでですね、6月30日以来2度目のご登場です。早稲田大学ビジネスファイナンス研究センター主任研究員での佐々木康之さんと電話がつながっています。佐々木さん、おはようございます。
あ、お疲れ様です。よろしくお願いします。お願いします。まあ、足元の景気あるいは雇用というところを見ると、先週金曜にね、6月の景気動向指数の速報値が発表されて、まあ、はい、11ヶ月連続の悪化なんていうことが出たりとか、完全失業率は 2.8% と、このあたり、景気の現状、足元どうご覧になってますか？はい、どう考えても楽観はできないですよね。ですから、警戒は解ける状況じゃないと思いますけど、ただ一方でちょっと過度にこう悲観しすぎる風潮があるのもちょっと心配を正直してます。で、もうちょっとこう冷静にですね、はい、足元確認した方がいいんじゃないかなっていうのが私の意見です。それはやっぱり数字からも読み取れますか？そうですね。もともとなんでこんなにみんな不安だったかっていうと、はい、緊急事態宣言があって、雇用はされてるんですけども、働きたいっていう、休業者、失業者じゃなくて、休業者っていうものが、はい、3月までの3倍まで増えたわけですね。休んで、これが、いわゆる景気がどんどん悪くなれば、失業者に変わるぞと。はい。これが、まあ、要するに、もやもやとか、こういう雇用不安の要因だったわけです。ところが、まあ、これ6月には結局3月の水準まで戻っているわけですから、現実の数字はどうかって言ったら戻ってるわけですよね、はい、ですから、で加えてやっぱり経営者にしてみたら、もう少子高齢化で働き手がいないっていうのは中期的な構造問題ですから、はい、これで苦労して確保した人材をこうむざむざ捨てるっていうことはやっぱりしたくないと、うん、やっぱポイントはやっぱり今後の企業業績だと思います。今後これ業績がずっと低迷し続けると、そこも切らざるを得なくなるってことですか？やっぱり考えざるは得なくなるでしょうね。はい、どうなんですか？今は結構その、本業の方ではなかなか人使えないっていう企業とかって、こう、他に配置転換したりとかっていうことやってるんですか？そうですね。この前も外食産業でそういうところが出てきているとかっていう話が、やっぱ経済新聞で出てきたりしてますけど、逆に言うと、はい、それだけやっぱりレイオフをしないということですよね。要するに、やっぱり維持するわけですよ。雇用。だからその維持するっていうことを、はい、やっぱりそれだけやっぱり人が今は、手放せないということの裏返しでもあると思います。で、あとやっぱり決算も悪いというのは、確かに JAL とか ANA とか、はい、郵政とか日産自動車とかも、大企業の赤字見て不安にならない人はもう誰もいないと思うんですね。ただ、4、6月決算のうち4、5月と2ヶ月間っていうのは、緊急事態宣言でしたから、はい、大混乱で業績が悪化しないでくれというのがもう無理な話だというふうにも思いますので、その点はやっぱり冷静に見るべきだと思います。そうすると今後というところになりますけれども、どうですか、今数字でこう改善してきているものとかってありますか？そうですね、前回もお話したその家近消費みたいな、はい、いわゆるこう確かに町場の百貨店は厳しいかもしれないですけども、うん、でも近所の食品スーパーっていうのはもう北海道から九州どことっても大体プラス4からプラス 12% 伸びてるわけですよ。ほー、そんなに。で、コンビニとかファーストフードとかこういうとこは厳しいには厳しい、売り上げ厳しいんですけど、単価自体はやっぱり上がってまして、日本マクドナルドなんか実は単価が 16% 上がってます。あ、そうなんですか、客単価が、はい、へえ。それはで、はい、これのやっぱり背景としては、その、まあ、マクドナルドだったら家に行ったままハワイ気分っていう、こう、ハワイアンメニュー。これが、まあ、非常に宣伝もしますし、実際売れてますし、うん、まあ、コンビニだったらもう毎日のように、こう、アイスクリームとかデザートとか、あ、もう一品消費を誘うようなものがどんどん開発されてて、はい、まあ、我慢してることに対するご褒美消費。これは、まあ、上手に、こう、したたかに取り込んではいますよ。ですから、そういった点で考えたら、はい、決して楽観だとは思いませんけども、そういった点から考えると、やっぱり、企業努力が間違いなくしていることは事実だと思います。なるほど。さあ、スタジオには、ジャーナリスト、長谷川幸宏さんもいらっしゃいます。あ、長谷川です。こんにちは。私、ちょっと心配してるのが、これから、飲食とか観光とか、はい、これの倒産廃業ラッシュ、が、まあ、8月、まあ、以降、起きるんじゃないかと思うんですけど、はい、その辺はいかがですか？これはやはり、この状況、特にこの、いわゆる、
宣言を出さないでの自粛というものが起これば、はい、やっぱりこれは楽観はできないと思います、正直言って。で、まあ、唯一の救いはやっぱり金融政策できちんとお金の貸し付けとか、はい、まあ、金融機関はもう相当な努力をしていますので、当局もしていますので、それはあると思いますけども、やっぱり借金は借金ですので、これが要するにこうアップダウン、アップダウンを何度も繰り返していくと、そこの部分が非常に問題になると、やっぱり気持ちが萎えますよね。そうですよね。だからどちらかというと私は気持ちの方が問題だと思います。まあ、今消費減税どうするかっていう話が一つあるわけですけども、まあ、それはそれで私大いにやるべきだと思うんですけど、もう一つ考えるべきなのは、むしろ持続化給付金、はい、100万円から200万円、あれの支給っていうのが結構効くんじゃないか。つまりね、飲食業の経営者の皆さんたちに聞くと、200万円もらうと、これ完全に自分の収益っていうか、自分の収入増として200万円入ってくるんで、これ売り上げで上げようと思ったら、例えば2割の粗利があったとしても、1000万売らなきゃ200万円入ってこないわけですよね。はい。まあ、そこで200万円ポンと現金もらっちゃうのが結構ね、嬉しくて、これで相当息ついてるっていう話を聞くんですよ。はいはい、ですから、いろいろなこう不正受給だとか、いろいろなことあるでしょうけども、まずは渡して、はい、後で税金のところできちんとそれチェックするというような、ことをすればいいんですけども、まあ、やっぱりその意味で、やっぱり日本って真面目なんでしょうね、最初からきちんと全部やらなきゃ気が済まないという、そうそう、だから僕はやっぱり先にやって、後からきちんと調整しましょうという方が、調整する方も時間的余裕ありますし、もらう方も、対処ができるというふうには私も思います。そのあたりは、あれですか、佐々木さんも、もう持続化給付金もう一遍やってもいい、むしろやるべきだっていう、そういうお考えですか？そうですね、財政とかそういうことを考えたら、それは出さない方がいいに決まってるんですけども、景気が潰れて国が潰れたらそれの方がはるかに厳しいですからね。そうですよね。そこはもうやっぱり割り切り問題とやっぱり腹をくくるかどうかの問題だと思います。そうですね。さあ、そして佐々木さん、本業の方ですが、早稲田ビジネススクールの現役生と卒業生向けに5月から、コロナ特別講義というものをオンライン開催されているそうですが、どうですか、この学生さんたちって、反応変わったこととかってありますか？変わりましたね。やっぱり2ヶ月近くやってて、はい、腹くくったな、みんなっていうふうに思いました。むしろ、学生さんたちとか、町場の人たちの方が腹くくってると。そうですね。だからもうアフターコロナは来ないと。あ、だからとにかくコロナと一緒に自分がもうやり方変えるしかないんだっていう、もう覚悟を決める人が出てきましたね。なるほど。事業の仕方とかのみならずですか？そうですね。だからやっぱり一番皆さんが感動してたのが、僕が見る限りだったのが、土孔敏夫さんの土孔林長の話とか、上杉鷹山さんのですね、話とか、結構そこら辺に興味を持つわけですよ。なんで足元にそういう人たちいるじゃんと。なるほど。俺知らなかったけどっていうのは結構ですね、後半の方で印象深かったです。なるほどね、もうそういう先人たちの何かガラッと変えたっていう経験が生きていく時代になると。きちんとそういうことに対処した人いるんだよっていうのを今更ながら知りましたっていうのが意外と反動として大きかった。このオンライン開催って聞きましたけど、これリアルの方は全く見通しは立たないんですか？まだそうですね、やっぱり学生さんにこう移すっていうことが当然ありますので、現時点ではなかなかどこの大学もやっぱりリアルというのは慎重な状況だと思います。なるほど、わかりました。佐々木さん、朝からどうもありがとうございました。どういたしました。早稲田大学ビジネスファイナンス研究センター主任研究員佐々木康之さんとつなぎました。以上、おはようニュースネットワークでした。 Okay, cozy up. 時刻は7時23分です。さて、みんなのプロ野球日本放送ショーアップナイターでは、今日から8月末までみんなのプロ野球夏祭りと題して、リスナーの皆さんも一緒に楽しめる様々な企画をお送りしています。その中でも毎週出題されるお題に皆さんからの答えをお寄せいただく野球あるあるを好評実施中です。お題については毎週月曜日のショーアップナイタープレイボールと日本放送ショーアップナイター公式ツイッターで発表して、週末まで皆さんからのあるあるを募集します。お寄せいただいたあるあるは番組で選んでショーアップナイターの中でどんどん発表していきます。また対象作品も選び、翌週月曜日のショーアップナイタープレイボールで発表。
対象に選ばれた方にはショーアップナイターオリジナルクオカード1万円分をプレゼントします。さて今週のお題は球場あるあるです。もう球場あるあるね。球場あるあるありますか、何か。いやあるよ、いっぱいあるよ。おどうしても我慢できなくなってトイレに行った瞬間に阪神の選手がホームランを打つとかあるある。あとはどうしても仕事が終わらなくて着いたのが3回裏1回の表に阪神4点取ってたとか。おでしかもその後最後まで見てるんだけど絶対に阪神は点を取らないとか。ありますね。自分がいる時に限って打ったないみたいな。いやそういうのよくあるね。ありますね。あと俺の目の前で、ビールの売り子ちゃんのビールのタンクが切れるとかね。ああ、ごめんなさい、ちょっとあの変えてきますんで変えてくんのって言ってで忙しいのか変えてくるまでないとなかなか来ないんだよ。で目の前にどんどん他のビールが行くんだけど一応あの子待ってるからなみたいな。でその間にビール売る時間がなくなるとかね。あるよな。あと自分が飲んでる最中はいっぱい売り子の人たちが通るのに自分のビールが切れた瞬間から全然通らなくなる、ね、よくあるそういうことが。もう尽きないですねネタが。いや本当にね、ついてないですねそれは。ついてないことばっかりなんだよ俺。そして阪神は最後負ける。これ返せそんなですね、はい、球場あるあるをぜひお寄せください。応募方法ですがメールの方は住所氏名年齢職業電話番号を書いて件名に球場あるある野球あるあるとお書きの上89@1242.com までお送りください。ツイッターの方はハッシュタグショーアップナイター野球あるあるをつけてツイートしてください。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ教えてニュースキーワード、7時28分です。今朝のコメンテーターはジャーナリスト長谷川幸寛さんです。引き続きよろしくお願いします。はい、お願いします。続いて教えてニュースキーワードです。アメリカのアザー厚生長官台湾へ歴史的訪問。台湾を訪れているアメリカのアザー厚生長官は昨日台湾の蔡英文総統と会談を行いました。アメリカの閣僚による台湾訪問は6年ぶりで、アザー厚生長官は1979年のアメリカ台湾国交断絶以降台湾を訪問した最高ランクの閣僚で、台湾外交部は歴史的な訪問と歓迎ムードで迎えております。これに対して中国外務省の張立健副報道局長は、中国は一貫してアメリカと台湾の公的な往来に断固反対していると非難をしております。中国非難してるだけじゃなくて、はい、例えば機銃掃射訓練するとか、実弾発射、はい、あるいはあの台湾と中国の境の空域に、はい、台湾側に侵入して、中国軍機が、ね、侵入しているとか、はい、そうやって実際の行動でも、威嚇して相当怒っているわけですよ。でも、アメリカから見ると、この台湾は、どうしても、この妥協できないというか、もう、テコ入れせざるを得ないと。つまり、香港ははっきり言って、落ちた。という中で、台湾に対、これ、台湾に対して厳しく反応しないと、むしろ中国に対して、アメリカは弱腰で、情勢を傍観するんじゃないかと、はい、となれば台湾統一の絶好のチャンスだというふうに見えてしまうことを警戒すると、はい、なので台湾については本腰を入れて対応せざるを得ないと、これはもう歴史に例がいっぱいあるんだけど、一番有名なのは1938年のミュンヘン会談、はい、要するにドイツ、当時のヒトラーのドイツが、はい、チェコスロバキアのズデーテンというところに侵入したときに、はい、それぐらいだったらいいじゃないかと言ったのがイギリスのチェンバレンで、これは融和政策として有名な例なわけですね、はい、つまりズデーテンを見殺しにしたことによって、はい、対戦の引き金を引いてしまったという例が あると、うん、なので、香港に対する対応で甘くしていると
台湾もやられかねない、誤ったメッセージを送ってしまうということで、今一連の中国に対する対応が、まあ、相当厳しくなっているわけですよね。はい。まあ、あとは厚生長官の歴史的訪問もそれだし、それから香港の例の林彪月下行政長官、林鄭月下、はい、林鄭月下、長官、キャリーラムに対するその制裁措置というのもその一環だし、まあ、要するにアメリカは座しないぞという姿勢をまあ見せていると、はい、まあ、国際関係論的に説明するとまあそういう話になるんだけど、まあ、私は まあ、それもあるけど以上の話はもちろんあるんですが、それに加えてトランプ大統領が大統領選で今非常に苦戦しているということがまあ大きいんじゃないのかなと、はい、つまり今もう中国に対して強腰に出ることによってしかバイデン、ジョー・バイデン候補に対して巻き返す機会が今なくなりつつあると、はい、まあ、要するにいろんな世論調査見ても、うん、バイデンに相当差をつけられてますよね。うん、まあ、だから残り2ヶ月半ぐらいという状況の中 で、ね、はい、11月頭ですからね、大統領選の中で巻き返すには、まあ、中国に対して厳しく出なきゃいけないということですよね。うん、まあ、ですから、まあ、今回、まあ厚生長官の台湾訪問、これは確かにコロナの問題っていうことでしょうが、はい、まあコロナ以上に、うん、中国に対して、まあ決して甘い態度は見せないぞっていうことを今のような理由から、うん、アメリカ、トランプ政権は見せているっていう、まあ、そういう展開でしょうね。うん、まあ、これ日本だとそのトランプさんの個性みたいなものが前面に出て説明されますけど、はい、どうですか、バイデンさんに仮に変わったとしても、はい、その中国に対しての対応がどうなるかっていうところは、はい、まあ、一連の中国制裁問題、はい、あるいは法案も出てますけども、うん、これは大体上院も下院も全会一致で議決して、はい、しているわけですから、まあ、民主党の議会はこれは相当厳しい、はい、けども、ジョー・バイデン氏自身についてどうかといえばですね、これはやっぱりかねてから中国のコネクションいろいろ指摘されてますね。つまり、ね、息子のハンター・バイデンが中国の投資ファンドの役員をやっていた、はい、まあ、これはウクライナでもそうでしたけども、はい、などなどを考えると、そもそもジョー・バイデン氏自身もですよ、うん、選挙戦の最初の方では、中国にそんなに敵対的に対応するのはいかがなものかっていう発言もあったわけですよ。はい、この大統領選の最初の方では、うんうんうん、まあ。などなどを考えると、これは明らかに元々の姿勢は、ジョー・バイデンは、中国に対して厳しい方だとは言い切れないですよね。あ、なるほど。ただ、まあ、選挙戦の中で、融和的なことを言ってプラスになることは一つもないので、今は、まあ、厳しくなっているっていう、まあ、そういうことじゃないかなと。はい。このアメリカと中国の関係、まあ、香港の話なども後ほど、はい、ここだけニューススクープアップのゾーンでも解説いただきます。教えてニュースキーワード、アザー厚生長官台湾歴史的訪問でした。時刻は7時35分です。さあ、メールやツイッターご紹介しましょう。ねまきさん、神奈川横浜市緑区からいただきました。デモをしていた頃からずっと手をこまねいて見ていることしかできないのを歯がゆく思います。国際的な圧力も何ら抑止力になっていないように感じます。どうしたら香港の彼ら彼女らを救うことができるんでしょうかと、いただきました。まあ、このあたりについてはね、後ほどまた、はい、ここだけニューススクープアップのゾーンで、まあ、詳しくお話しいただきます。香港の、ね、情勢もかなりこれ厳しくなってきてますよね。そうですね。それから、まあ、マスクについてというのもね、たくさんいただきますが、夢春さんは、市川市からいただきました。みんな知事や政府に求めすぎですよね。自分で考えて行動するって常識なんじゃないですか。その通り。いただきました。さあ、この後は畑美智子さん登場、いってらっしゃい。今週のテーマ、雲についてです。Okay, cozy up.7時44分になるところです。お送りしております。OK コージーアップ。お相手、私、日本放送アナウンサー、飯田浩司と、新庄一華がお送りしています。今朝のコメンテーターは、ジャーナリスト、長谷川幸宏さんです。引き続き、よろしくお願いします。はい、お願いします。
さて先ほど速報でお伝えしたアメリカのトランプ大統領、あの会見中にホワイトハウスの外でどうやら起きたという発砲で、開始数分で大統領警護隊に促されて退席したというところですが、トランプ大統領によると武装した容疑者が撃たれて病院に搬送されたということです。まあ、性別などもわからないと、あの会見場から、まあ、オーバルオフィスから一旦出て、うんうん、であのその後10分ぐらいでまた戻ってきたと。なるほど。いうことだそうなんですけれども、うん、まあ、あの性別などもわからんと、ただ、うん、あのシークレットサービスにその容疑者が撃たれたと、うん、いうことで、そして病院に搬送されたと、うん、まあ、あの何が起こるか見てみようと、うん、We'll see what happens というふうに言ってますんで、うん、そういうことだそうであります。なので、うん、トランプ大統領ご自身あるいは周りにいた、ま、あの記者などにも何かあったというわけじゃなさそうと。うん、まあただね、まあ外とはいえね、ということで、まあちょっと気になりますね。うん、さあでは続いてのコーナー、ここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。国家安全維持法違反の容疑で民主活動家の周庭氏逮捕と。香港警察は昨夜2014年の民主化デモ雨傘運動を指導し民主の女神とも呼ばれている周庭氏、アグネス・チョー氏を香港国家安全維持法違反の疑いで逮捕しました。また同じ日の香港警察は外国勢力と結託して国家の安全に危害を加えたなどとして中国や香港政府に批判的な論調で知られるアップルデイリー創業者ジミー・ライ氏やその会社の幹部ら少なくとも9人を国家安全維持法違反の容疑で逮捕しております。イギリス・ロンドンに逃れているラカンソー氏、ネイサン・ロー氏が、うん、日本語で、つぶやいてますね、はい、日本の方々の支援も必要だと、うん、最悪の日だというふうにフェイスブックにも書き込んだそうであります、うん、この周庭氏はこの間の罪状認否のところで認めてましたから、はい、もしかしたら逮捕はせずに、はい、このまま判決を迎えるのかなと思ってましたけど、まあ結局逮捕されてしまったわけですね。そうですね。まあ、このね、うん、周庭氏に、アグネス調査に関しては、どういった容疑なのかっていうのがね、うん、そうそう、そこの容疑のところがね、まあ、このアグネス調査、それからこのジミー・ライさんについてもそうなんですけれども、はい、この容疑がわからないから何とも言えないんですけれど、うん、私はこれもしかすると、要するに、この国家安全維持法の事後適用、はい、つまり法律が出来上がっちゃってから、うん、出来上がる前の過去の、はい、事実を、うん、犯罪に問うている、はい、その可能性がとても高いなと、うん、まあ、思うんですよね。つまりだって安全維持法が施行されてからは、はい、まあ、民主派は相当活動自粛っていうかですね、事実を断念してたわけですし、アグネスさんご自身もツイッターでね、うん、それまでは日本語で盛んにつぶやいてましたが、6月30日のエントリーが一番最後で、はい、7月1日の施行以来は何もつぶやいてない、でしょ、はい、ということはこの法律施行以前のものに、はい、事後適用しているということで、まあ、これは常識的にね、はい、普通、まあ、日本なんかではありえない。ええ、まあ、域外適用もありえないんだけど、事後適用もありえないと、うん、いうことで、いかにこの中国が、まあ、乱暴かっていう、ね、ことを十分示していると思います。それで、ね、そのアグネス調査に関してもし事前適用でないとすると、ええ、それこそ日本のメディアに対してインタビューに答えたことぐらいしか容疑が想像できないし、うん、それが容疑だとすると、うん、これ大変な、うん、ということですよ、大問題ですよね、すよ、報道するなってことですよね、まあ、ですから、まあ、この今の中国の体制でどうなってるかというと、はい、その法の支配、うん、はしているって言うんだけど、これ厳密に言うと法に支配じゃなくて法による支配で、ルールバイローの方ですね、ルールオブローじゃなくてルールバイロー、つまり独裁政権が俺だって取り締まるんだぞ、でもそれは俺が作った法律によって取り締まるからなっていう、まあ、そういう意味での、まあ、独裁政権のルールバイローを言えば事後適用、うん、あります、はい、あるいは域外適用、つまりアメリカにいる人たちに対しても、そうですね、はい、国際指名手配しているなんていうのはまさに域外適用で、はい、うん、で、まあ、いかにデタラメなことをまあやっているかということを示すよねというふうにまあ思いますね。はい、まあ、それが一点と、
それから、まあ、この後これどういう展開になってくるかっていうとですね、まあ、アメリカは先ほどもちらっと言ったように、キャリーラム行政長官に対して、まあ、制裁するということで、決して見逃さないぞということを言っているにもかかわらず、その後でこういう逮捕に至っているわけですから、まあ、中国もこれ相当強硬というか、まあ、一切妥協する気配が全く見えない。まあ、それで、まあ、台湾で最初あたり激突していますし、南シナ海もしかしたら、沖縄の尖閣諸島、でも同じような衝突が繰り返されるっていう可能性は、まあ、高まっているなと、まあ、いうふうに思うんですね。まあ、とりわけ、尖閣には、8月16日以降、いわゆる彼らが独自に決めた給料期間が明けますから、まあ、2016年の夏には、それで200隻から300隻ぐらいの中国漁船が来た、はい、押し寄せてきた、ね、ということを考えると、8月16日以降は、尖閣諸島も相当緊張するよねっていうことが、まあ、見て、十分予想されるわけですよね。まあ、今そういう緊迫した状況。で、こういう時にですね、よく言われているのは、特にもうアメリカなんかでも言われてますけど、はい、緊張しているかゆえに、だからこそ、今こそ、外交が機能すべきなんだと。はい、つまり、米中の二つのチャン、米中のチャンネル、あるいは G7 なんかの多国間のチャンネル、こういうものを活かして、外交的な接触を重ねるべきだっていう議論も一方で、まあ、起きておりますし、まあ、そういう流れもあるんだけど、はい、私は残念ながらですね、外交の無力化、っていうことが、まあ今、起きているというか、そういうことを覚悟せざるを得ないんじゃないか。というのは、中国は今、外交当局って、どれくらいの権限を持っているの、はい、ということを考えると、今のが起きていることを見ると、これはどうやら、習近平国家主席、天の声が、やっぱ全ての路線を決めていて、はい、それではなくて、こっちで行ったらどうみたいな、内部での議論が起きているような感じが見えない。はい、まあ確かに、李克強首相は、習近平路線に対抗するような言論もあるけども、じゃあ例えばアメリカと中国が外交当局間が何か議論したところで、じゃあ中国の路線が、軟弱か、あるいは柔軟になってくる、はい、なんてことが今期待できるのかというと、残念ながらそういうことはちょっと期待できそうにないと。だから、まあこういう時にはよく話し合い外交で問題解決していけば、みたいなことをよく言われるんだけど、まあ一見もっともらしいんですが、残念ながら全体主義化、独裁主義政権化が強まっている中国を相手に、外交当局、事務方レベルとで議論したところで、はい、それが何か大きなブレイクスルーを生むのかっていうと、はい、ちょっと期待できそうにないな、ということで、まあ、全体状況としては、はい、やっぱり激突コースを辿っているっていうふうに、まあ、見て取らざるを得ないんじゃないのかなと思いますね。仮にその交渉するにしても、はい、かつてアメリカの大統領だったセオドア・ルーズベルトという人は、交渉のテーブルには昆布を携えていけっていうふうにね、言ったように、やっぱり何かこう、きちんとした行動の裏打ちがなくて、議論だけしても何もこう進まないどころか、足元を相手に見られる可能性がある。まあ、それもあって、さっきのアザー厚生長官が、台湾訪問したと。まあ、だから、とりあえず俺たちはやるべきことはやるぞと。はい、それから、団結も示すぞと。いうことをやって、で、その上で、さて相手がどう出てくるかっていうのを見てていくと。まあそういうことを考える段にですね、やっぱり私、尖閣の状況が今非常に心配だなと。ですよね。尖閣だって今事実上、まあ何もしてないわけじゃない。もちろん海上保安庁は警戒監視続けているわけですけども、それで十分かといえば、そうは思えない。まあ中国側から言ったら、俺たちはここは俺たちの土地なんだから、海なんだから、俺たちが法を執行するんだと言って、今やってる行動、侵入っていうのは、まあ彼らから見たら、全く適当な施政権の行使だと。うんうんうん、いう理屈な、むちゃくちゃなんですけども、彼らの側に立ってみると、そういうことを言っているわけですよ。ですから、それに対して、いやいや、これは日本の施政下にあるんだということを、はい、やっぱり世界、とりわけ米国に示すような行動をしないと、非常に危ない。まずそれをやった上で、はい、さて、じゃあ外交チャンネルがあるかどうか。今までのコロナ以前までの路線っていうのは、そういうことをせずに習近平氏を国家
主席をやっぱ主賓として招いて、そこで総理が、尖閣はどうするんだっていう話をして、まあ、そこでつまり外交をやってっていう話だったけど、今はそういう段階はもう過ぎたというふうに思います。まあ、調査なりなんなり公務員が入るとか、そういう公務員が常駐すると、上陸するということが、まずは日本のすべきことじゃないのかなと思いますね。今日のスクープアップ、米中関係、そして日本はというところまでお話しいただきました。このコーナー含めて、ポッドキャスト、YouTube、ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。番組ホームページご覧ください。お送りしてまいりました、OK、コージアップ、お別れの時間が近づいてまいりました。まずはプレゼントご当選の方発表です。はい。番組オリジナルマスキングテープ3人の方にプレゼントです。千葉市の今野勝さん、藤沢市の浅井清翔さん、川崎市の沼田康明さんご当選です。おめでとうございます。おめでとうございます。明日のコメンテーターは数量政策学者高橋陽一さんです。そして夕方3時半からの辛坊治郎ズームそこまで言うか、まあ、PCR 検査だとか TikTok だとかにズームしていくということです。ぜひこちらもください。そして長谷川さん、速報を一つ入ってきました、はい、アメリカのトランプ大統領は10日先進7カ国首脳会議 G7 サミットを11月のアメリカ大統領選の後に開催したいとの意向を表明したということです。8月の終わり9月の頭ぐらいじゃないかと言われていたものが、ねえ、こうなるとこれ実は日本の政治日程にもこれ影響してくる可能性がありますね。そうね、まあ、G7 を軸に対中包囲網っていう議論がまああったわけですけど、はい、まあ、大統領としてはそんなこと言ってる場合じゃないと、もう大統領選の方がもう本当に火がついてるということもありだと思いますけど、まあ、別に会議という場じゃなくても、はい、まあ、これを受けて例えば電話会談、ね、日米でやるという展開はあるでしょうから、むしろそれを考えているのかもしれませんね。あ、なるほど。G7 で会議集めるとなると、うん、やっぱり3日4日、はい、いろいろかかりますよね。うん、ドタバタと。確かに。でこれ帰ってきてから14日間ね、留め置くってことになると、だから9月の半ば後ろぐらいで内閣改造かっていうのが、これがまたどうなるかっていうのはね、まあ、ちょっとそこがなんと、ね、まあいろいろ今まさに考えてるところじゃないですか、夏休みで、ねえ、これを受けてどうするっていうね。かね、さあ、そして、長谷川幸寛さんと高橋雄一さん、 YouTube チャンネルでね、ニュースチャンネルというのをやってますけれども、そこにあの森下教授も出るという。ああ、大阪大学の今ワクチン開発がされて、そうなんです。実は今日の深夜公開になってると、はい、今日夕方から撮って深夜公開。なるほど。はい、この後は柿原忠志あなたとハッピー。